こんにちは恋愛婚活スタイリストのジュリです今日も youtube をご覧になってくださってありがとうございます今日はですね、えー、好きな男性に取る行動えねっていうお話をさせていただきたいと思います女性が好きな男性に取る行動ですねで、女性っていうのはまあ、基本的にもちろんこう人にもよるんですけれども今ね LINE って主流になってきてますよねで、世代にもよるんですけれども30代40代とかまあ、20代後半もそうかな結、えー 結構、ね、LINE とかで電話するのがあんま電話自体があんまりしない若い子だったら結構電話すると思うんですけれども、えー、電話じゃなくて LINE でやり取りしたいって思ってる子の方が結構多いんですねそんな中でこう夜夜の時間帯にあなたと電話で、まあ、LINE 電話もそうなんですけれども電話で直接話すっていう行動は結構あなたのことを気に入ってる証拠になります電話で話す基本的に女性は電話ってもう ホールドじゃないですかその時間は絶対他のこともできなかったり時間を拘束されてしまうわけですよねその拘束されている時間をあなたのために夜使うっていう行為はあなたにねちょっと気があるっていう証拠になりますので頭に入れといてくださいではですね、えー、メルマガから、えー、と5つの動画をプレゼントしてますので楽しみにしててくださいコメント欄から LINE のお友達募集してます毎日違うことをつぶやいてますので楽しみにしててください、えー URL えと電子書籍の URL も貼り付けてありますのでそちらもご覧ください、えー、メルマガラインそして YouTube のチャンネル登録の方お願いしますではここまでになりますありがとうございました